羽生結弦王者は今何を考える、情熱大陸、900回記念放送。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。様々な分野で活躍する人に密着するドキュメンタリー、情熱大陸が4月10日、日曜日の放送で900回を迎え、記念番組としてフィギュアスケーターの羽生結弦選手に密着した。 王者の格悟五輪金メダリストのプライドを放送する。様々な分野で活躍する人に密着するドキュメンタリー、情熱大陸が4月10日、日曜日の放送で900回を迎え、記念番組としてフィギュアスケーターの羽生譲弦選手に密着した、王者の格悟五輪金メダリストのプライドを放送する。番組では2015年、驚異の最高得点を連発し、 絶対王者と呼ばれるようになったハブ選手に3ヶ月間にわたり密着取材。今シーズンの最後を飾るボストン世界選手権の舞台裏を追いながら、ハブ選手が今、何を感じ考えているのかに迫る。今や世界に敵なしと言われるほどの存在へと成長したハブ選手。CM や雑誌の表紙をはじめ、バラエティや歌番組、さらには時代劇などテレビでも大活躍しているが、 情熱大陸が取材を始めた今年1月、宿泊先のホテルへ向かう車中で、ハブ選手は意外な言葉を取材ディレクターに呟いたという。ある意味、孤独ですよね。こういうことって、ハブ選手が発したこの言葉の真意を探るべく番組は密着を始める。そして3月、カナダ・トロントでハブ選手は今シーズン最終戦となる世界選手権に向けて練習を続けていた。 ホームリンクであるクリケットクラブに並ぶ数々のオリンピックメダリストや世界制覇を成し遂げた選手の名前プレートを見ながら、これを見て、しょう。俺絶対やってやっから。手を持っていると話すハブ選手。その中には去年の世界選手権ハシャ・ハビエル・フェルナンデスの名前もあった。世界選手権で連覇を逃したハブ選手は練習が辛い時、ハビエルの名前が刻まれたプレートを見て自らを奮い立たせているという。 世界最高得点をマークしているだけに、今できることを確実にやれば世界選手権でも敵なしのハブ選手だが、日々進化と話すハブ選手はさらに難易度が高く、公式戦ではまだ誰も成功していない、4回転ループに挑戦したいと考えているという、トップを走るものとして、できて当たり前と思われることは大きなプレッシャーでもあるが、そんな重圧に負けじと一人悩み続けるハブ選手は印象的な言葉を放つ。 同じ失敗をしてしまったら成長ではないという話をよく聞くけれど、成長していないからこそわかる課題もあると思うんです。だから無駄なものなんてないんです。ハブ選手の最大の武器はジャンプでも表現力でもなくこの考える力かもしれない。常に試行錯誤し新たな伝説を生み出してきた彼は今何を考え、どんな日々を過ごしているのか、3ヶ月間の密着の末に浮かび上がってきた。 羽生結弦の真の姿とは今回、情熱大陸の900回記念放送に自らが登場することについて、羽生選手は、プレッシャー、めちゃプレッシャー、笑い、等身大の自分でいればいいかなと思っています。それが900回であろうと、901回であろうと、もし1000回であったとしても、自分というものは自分しかいないので、自分らしく表現できればと思いますとコメントを寄せている。 情熱大陸900回記念放送、王者の格号五輪金メダリストのプライドは4月10日、日曜日、23時 MBS、TBSK にて放送。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。 2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。